アイテム番号 SCP-2365。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-2365 に関する報告を調査し、データは被害者間のつながりまたは共通要因を見つけ出すために分析します。SCP-2365 からの生還者と目撃者にはインタビューを行い、実験の後、記憶処理を施します。SCP-2365 を観察、記録する試みの一環として、財団フロント企業が、睡眠検査、を実施します。SCP-2365 がミーム的な性質を持つか否かは判明していませんが、SCP-2365 に関連する情報へのアクセスは制限されます。説明 SCP-2365 ハレム睡眠中の特定人物に影響を及ぼす現象です。SCP-2365 の初期段階は、空気流に出現して睡眠中の対象者の上に降り積もる小さな錆の白片と、局所的な気温の低下を特徴とします。この段階の録音からは、発生源不明の、金属の蝶つがいがきしむ音が検出されています。対象者がこの段階で目を覚ました場合、これ以上の影響は観察されません。もし SCP-2365 の進行が感化された場合、初期の現象は停止して第2段階が始まります。第2段階では、極圧光のバネ仕掛けが対象者の頭と隣接する空間に顕現します。10、15分かけて、ここに金属製の付属パーツが徐々に実体化し、巨大なトラバサミを形作ることになります。トラバサミは最大10分間にわたって対象者の頭部を上に乗せたままの状態を保ち、その後、ゆっくり非実体化します。この段階で対象者が目を覚ました、もしくはトラバサミが、対象者、他者を問わず、接触を受けた場合はバネが作動し、通常は頭頸部に重大な外傷が及びます。財団による SCP-2365 の理解は、大半が科学捜査と目撃証言に基づいています。観察と実験は、作動後に実体化したままのトラバサミと、ごく限られた数の SCP-2365 現象生存者に限定されています。SCP-2365 の犠牲者たちの身元には共通パターンが一切確立されておらず、どれだけの観察されていない事例が発生しているのかは断定が困難です。